ばい、ここら辺ごちゃごちゃしてる。すごいごちゃごちゃしてる。あ、危ない、落とすとこだった、チーク割れちゃう。セーフ。よし、大丈夫、これで。切らなきゃだ、前髪。風呂入る前に切ろう。夜かわいい。でもね、邪魔なんだよね。ここら辺ちょうどさ、目にかかるのがさ、すっごい邪魔。これ邪魔だから切りたい。そう、自分で切る。前髪、前髪はいつもだいたい自分で切ってる。美容院行った時にもう切ってもらったりするけど、前髪伸びるの早すぎない？いつもね、ちょうどいい長さできるからさ、目にかかんなくてみたいな。眉毛と目の間ぐらいできるからすぐ伸びるんだよね。そう、数ミリ切るだけだからすぐ伸びる。どのくらい切るの？いつもと同じくらいかな。ちょっと切るだけだよ。ちょうどいい長さにするだけ。いつもそんな感じ。だからそんなにバッサリ切らない。今日切ろう。次の配信でアイス食べようかな。この前なんだっけ、ハーゲンダッツのアイス。次の配信で、18時からの配信食べようかな。持ってきてこないと。どっち食べよう。なんかね、ティラミスとチョコのやつがあって、でもティラミス気になるんだな。ティラミス食べようかな。そうしよう、ティラミスの方持ってくる。次の配信18時からんで、ティラミス。ティラミス食べ、次でスプーン入る。あ、じゃあティラミスのやつはね、あの、なんていうん、カップのやつじゃなくってさ、なんだっけあれ、なんか、あ、そう、モナカみたいな、そう、そんな感じのやつ、挟んであるやつ、そっちのやつのクリスピー。そう、それそれなんですよ。それ食べようかな。持ってくる。次、金持ち。あ、これ違うんだよ。自分で買ったやつじゃなくってさ、前のさ、ショールームの、あ、ここじゃないか、入ってる。
あのなんかポイント達成した時にもらった券で交換したやつ。普段買わないあんまり普段ファミリーパックのやつしか買わないな。うん、普通のやつね。ハゲンダッツあんま買わないけど、今日11時台の配信はない、ないですね。ないないです。今日は16時からと18時からと20時から20時半から間違えた。ホイトにハゲンダッツあるのどこにでもあるでしょハゲンダッツはどこにでもあるでしょ今日は16時から18時から20時半からで全部1時間だね配信。明日早いんで今日は早めに終わってイベントの練習して早く寝る。コキメンゲットできて今日も引いてないんだよな。そんな毎日引かないよ毎日いけないもんだって。昼寝、お昼寝してないよ。そう、早寝今日は最近が遅すぎるんだよな、寝るの。だから早く寝ないと。だから早く寝る。無料たこ焼きぜひ投げてくれると嬉しいです。チャレンジから受け取れるやつぜひ投げてくれると嬉しいです。私受け取ってないな今日。受け取るか。ちょっと待って、そう明日早起きなんだよね。チャレンジでも今あれか、特急部誰も配信してないから私以外。どうしようかな。後で何を誰か配信してる時。とりあえず受け取って特急を。プリンでも受け取ってもさ、だってたこ焼き部に投げれないじゃん。私はたこ焼き部なんでね。たこ焼きのだけ受け取りたい。たこ焼き受け取れた。すごいな、なんかよし、オッケー、受け取った。じゃあ後で誰かたこ焼き分のメンバーが配信してる時に、配信してる時に投げよう。今私しかいないから自分に投げれないからさ、本当に。たこ焼きの思い出、たこ焼きの思い出話ある？今までのなくない？ある？そんなの。たこ焼
焼き好きなんですよ。とね、たこ焼き今ね、お料理選抜でイベントをやってて、たこ焼き部、デザート部、コロッケ部、オムライス部、全部言ったよね、4つあって、私はたこ焼き部なんですよ。だからたこ焼き集めてます。この部のやつは投げないよ、だってだって自分たこ焼き部だもん。え、自分がさ、どこにもさ、こう入ってないとかなら別にいいけど、だってたこ焼き部なんだもん、私は投げないよ。たこ焼き販売したらいいの。え、それもね、あるんだよね。それもあります。これのより選抜のイベント、ショールームイベントとその販売の順位のポイントかな、そのポイントの合計で決まる優勝が。たこ焼きはどこで買う、ね、まだ始まってないんですよ。まだ詳細が発表されてないから私たちもどこで買えるとかわかんないんだけど、これから発表されてわかると思うんで、それまで待っててください。だからこのショールームイベントの順位も大事だし、その販売なんだっけ、そのナイツでの順位も大事。原宿とか、あ、どこだ、え、本当にね、分かんない場所これやるとか分かんない、どこだろうね、分かんないですね。ちょっと出そう。増えすぎたかな、ちょっと待って、大丈夫か。最近のメンバーもいたけど、目的情報だ、え、知らない、私場所ん知らないよ、どことか多分確定してないと思う、聞いてないもん私が知らないですね。たこ焼き部の公演、今公演出てるかってこと、ん、今違くない、今日だって B でしょ、公園だって、ん、いな、ちょっと待って、今日いる、え、チーム B でリーちゃんと私だよね、チーム B、たこ焼き部で、うん、今日はルミちゃんが出てるから違うね。
違いますね。なんか全部違うかったんか。でも本当に店舗どこでやるか本当に知らない。それは本当に知らないからわかんない。プレステ的な、私プレステで持ってないんですよ。プレステ持ってないから何のゲームもやったとかないプレステ持ってないです。私が持ってるのスイッチと PC だけ。プレステのゲームやったことはあるけど、親戚が持ってて、でもほんのちょっとしかない。さっきは自分公園出る日だったけど忘れてたってことある。いやそれはない、それはない。うん、それはないからさすがにないや。ゲームブーしたことあるよ。ある、なんか家に。最近ゲーム、一昨日ぐらいにしたかな。昨日はやってないけど PC 起動はさせたけどゲームはしてない。最後にゲームしたのは一昨日か。今日したいけど、でも今日はしないといけないことがあるからしない。ポケモンのゲームはね、来月ぐらいに買おうかなと思ってるけどまだ買ってないでも買うならバイオレットだな。まだ買ってないけど、いつ買おうかなって感じ。楽しそう。ポケモン久しぶりにやりたいなと思って。いや、新しい僕も楽しそうだよね。うん、角が買うか迷ってるんですよ。でも買うとしても来月かな。もう今月はちょっといろいろ買い物しちゃったから買わない。まだ買うか分かんないけど、ポケモン迷ってるか。スイッチ欲しい。スイッチね、私も確かにスイッチライトだからね、テレビつなげれないやつだから、まあそれでもいいと思ってそっちだったんだけど。PC で映し、なんか配信とかで映し出したいんだったら普通のスイッチじゃないと映せないからなって感じ。いろいろって9時だ。いや9時以外にもいろいろ買い物したんだよ9時だけなわけないじゃん、買い物するのが他にも服も買ったし、服っていうかあれか、手袋とか買ったの今月じゃないっけ、先月だっけ、忘れた。でね、いろいろお金使っちゃったんだよな今月。いろんなの買って、だから結構使った。最近で一番お金使った、今月がだからちょっと買わないポケモン今月はね。私プレステ持ってないですよ。持ってない。
出費の9割はゲームとアニメかサンリオのグッズだと思ってた。出費の9割は食費だな食べ物だな。なんかいろんな食べ物買ったりだ。出費の9割そこだ、食べ物だわ。やっぱ大事だから9割食費はそれはそれです。9割もいかないけど一番多いのは食費9割もいかないけど一番多いのはね、こっちの携帯で見れないか。家計簿つけててさ、やっぱそうだよね、食べ物が一番多くなるよね。逆にね、他の買い物しないんだよね、あんま。服とかそんな買わないし、なんかグッズもそんな常に買うわけじゃないから、時々買うだけだから。アニメのグッズ、サリオのグッズも、なんかアニメのグッズが出た時とかくじが出た時とか、そのぐらいだから、そこまで使わないんだよね、そっちに。アニメとかのグッズもね、時々しか買わないから。食べ物、食べ物かな一番多いのは。レッスン着、レッスン着は今あるから買わない。レッスン着もさ、エイタに入って加入した時に買ったズボンをずっと履いてるんだよねいやそれ以外にも買ったけど、新しいのも持ってるんだけど、レッスン着用のズボン何着かな、4着ぐらい持ってて、そのうちの2着がエイタ入った時に買ったやつずっと履いてるね5年ぐらい、5年以上か、うん、5年、うん、5年半ぐらいずっと使ってる。匂いとか大丈夫？さすがに洗ってるよ5年間で1回もらったことはないとかじゃないから大丈夫だよ、さすがに洗ってるから大丈夫だよ。ずっと使ってんのズボンを。長ズボン、うん、長ズボンで、あとの2着はいつ買ったやつかな。でもそれも2年ぐらい前かも、買ったの。その新しい方のズボン、うん、3着、いや4着、もう1着あるけど、ズボン5着本当あるけど、その1着あんま入ってないんだよね、動きづらくて4着持ってる。みんな返すも同じの履いてるよ、汚れないね別に。でもみんなそんなもんでしょ、何着か持っててそれをさ洗ってさ、あの繰り返し着る感じでしょ。みんな変わんないでしょきっと。でもさ、ずっとさ、あのエタ履いた時から使ってるやつさ、あの同じのを2着持ってるんだよね。だから同じズボンを2着持ってる全く同じやつを2着。シューズ、靴は何回か変えたよ、結構使ってるけど、2、3年使ってるかな今履いてると。でもレッスンの時にしか履かないからさ、外出ないからさ、その靴でそのボロボロになったりがないんだよね。基本履くの室内だから、そのボロボロになんない。その靴履いて外出たりとかがあればボロボロになっちゃうかもだけど、出ないから。その靴は室内用、レッスンだけ用のやつだから。
な感じだな。飽きて捨てたり、服飽きて捨てるってなくない？服は飽きる、そんななくない？飽きて捨てるないな別に。服捨てたことないかも、本当になんかもう着れないみたいな感じにならない限り。基本妹に行くとかそんな感じだからな。服捨てないや。妹に行くとか、あと売るとか、そんな感じだな。捨てない。もうほんとポロポロになっちゃったとかさ、道汚れちゃってもう落ちないぐらいになっちゃったとかだったら捨てちゃうかもだけど、そういうのは捨てないかも。妹の服着ること、え、全然あるよ。妹も私の服着ることあるし、全然ある。私は着なくなってさね、基本妹に行くんだよね、家族に。妹に行ってみたいな。で、妹も着ないって言ったら、なんかどっかなんか近所の子にあげるか売るかだね。どっちか。でもとりあえず妹に行く一旦。捨てないや。え、売れる、普通に売れるよ。なんかリサイクルショップに持って行ったりとかさ、普通に売れるね。妹は、妹どっちだろうね、わかんないや、知らない。妹何が得意なのか。ちゃんって後輩いるのいるね、普通にいるね。たくさんドラさんとかエイトも後輩いるし、ドラさんとかあと17期生とか後輩ですね。じゃあまあ確かに自作ショップで売ると安くなるけど、確かメルカリとかさ、そういうさアプリで売った方が自分のね、なんか値段自分で設定できるじゃん。だからちょっと高くなるけど、まあ確かにね、安くなるけど、まあ捨てるより可愛いかなぐらいの感じ。捨てるよりかは良くない、そっちの方が。最近の先輩エピソード、え、何それ、先輩エピソードってどんなの、分かんないわ。メルカリコンポザコ面倒でしなさそう。私メルカリやったことないね、私は。私はやったことない。だって私が売ったりしないもんだって。だって着なくなった服一旦妹に行くから。妹に行って、妹も着ないって言ったら、でお母さんが売ろうかみたいな感じ。いや、そんな寒くない。いや寒いよ普通に。何も暖房とかつけてないけどさ、普通に寒い。
自分が着なくなったのかお母さんが着てた。あ、お母さんが確かに、お母さんがなんか勝手に着なくなってく着てたことはあるわ。私が部屋着で着てた T シャツがね、気づいたら消えてて、え、どこ行ったと思ったらお母さんが着てたことはあった。それはあった。でもそれ普通に着てたからさ、返してよって言って返してもらったけど。それはあったな。気づいたらお母さんが着てた。びっくりしたね。ないと思ったらお母さんが着てたの、部屋着で。サイズぴったり、なんかねちょっと大きめのサイズでさ、だからお母さんが着てた。サイズ何だったか忘れたけど、でもその服着なくなっちゃったからもうお母さんにあげた。もういいよっつってあげた。方が作ったセットの T シャツいっぱいある。セットの T シャツね、そうだね、あるね。なんか部屋で部屋着にしたりとか、レッスンの時着たりとかかな。だから妹たちとかにもさ、部屋着欲しい、部屋着にできそうなやつ欲しいって言われた時に、じゃあセットの T シャツ着るって言ってあげたりとか。もっとね、なんか何年か前のさ、いつのだっけな、何のやつだっけ、エイトの日か、周年の T シャツをあげたらさ、それずっと着てて、夏毎年。ずっと着ててね、それは結構何年か前のよ、最近のじゃなくって、結構前のやつ、いつのだろうあれ、ほんと何年か前のずっと着ててね。なかなかあげたわ、新しい誰かの生誕 T シャツ。あげた。誰のだっけな、誰かのやつがめっちゃいいって言ってた。サイズ感が多分ってことだろうけど、生地感じゃなくてサイズ感。なんだっけな、スタミナちゃんだっけ、忘れちゃった。誰かのやつがねめっちゃいいって言ってた、忘れたけど。私の生誕 T シャツじゃないね、私自分のデザインした方基本一着しか持ってないからさ、自分のにしてる、一着しか持ってないか、あげない。それ着てコンビニ行って、コンビニ行ったりしたこと見たことないな。コンビニそんなにもっと行かない行かないか。36分。デザインした T シャツ見せたこと？いや、そんな見せない。いや、これみたいな。そんな見せない。
見せたところでだから見せないよ。自分がデザインしたやつはさ、1着もらうぐらいだから、何着かもらったらあげるかもだけど、1着だから自分用あげない、妹には。親が買ったりしないね。私のグッズ買ってるの見たことない。なんかそういう T シャツとかで見たことないよ。長め切りたい、早く。めんどくさい、でも切るの夜切るか、めんどくさいけど。今日は多分しないね。ちょっとやんないといけないことがあるから、イベントのやつ覚えないといけない。だから明日どうしても、でもイベント前日しな、まあできたら明日かな。配信ではしないけど、明日しようかな。そろそろ悟り教えてください。嫌です嫌です。じゃあ28日イベントが終わった後教えるよ終わった後教えるよ。それだったらいいよ配信ではしないね。イベント期間中はしないな、配信は。料理配信は今回するつもりないな。作る配信はしないです、私。しない。キッチンで配信ができないからしないです。うん、こうやって食べる配信はするよね。たこ焼き買ってこれたら冷凍のやつかな、冷凍のやつ買ってこれたらかな。普通に売ってるよね、お店に。ちょっと今度買い物行きその時に行くか。じゃあいつ行こういつ行こうかな。冷凍食品ね、あるよね。それ買おうかな。ウーバーしないしない。ウーバー高い。ウーバーは今までで1回しか使ったことないかも。なんか今抜けてきた。あーでも確かに、ね、そろそろ抜けててもおかしくない。だっていつだっけ、言ったの4日とかじゃないっけ。結構前だからな。もう3週間経ってるから、いや絶対落ちてるわ色。3週間も髪色保つなんて無理だよ無理無理。テーブルマークが美味しいの、たこ焼き。じゃあそれあったら
顔が似合ってた。でも飽きちゃったんだよね飽きちゃった。ゆきこちゃんフリル早いためてたレッスンってことは、あれはね違うんだよ、早くないから覚えていってるんだよ早くないから覚えていってるんだよ私。だから普通に何も覚えずに見たら全然早くないですね普通に遅いです。朝のテレビ鍋にたこ焼き入れるね。鍋にたこ焼き、あでも普通に美味しそうだね確かに。美味しそういいね。あつと仲いい、仲いいよ、仲いいです。覚えそんな早くないよ何も覚えずに言ったらね、あれは覚えていってるんだよ。かし焼き食べたことないんだよね多分、記憶がない、普通のやつしかない気がする。だしにつけるんだよね、食べたことないや多分。多分ね、なんかさお店とかに行ってさ、菓子焼きと普通のたこ焼きあっていつも普通のたこ焼きの方選んじゃうんだよなソースの方が食べたくってソース、ソースいいよねでも菓子焼きも食べてみたいけど、結局ソース選んじゃういつも何かたこ焼き食べるって決めていった時ってさ、大体ソースを食べたい時じゃんたこ焼きのソースで食べたい時じゃん、ソースで、だからそっち選んじゃうんだよ。マヨネーズかけ、マヨネーズかける、かけるね、自分で家で食べるときはなんか途中でマヨネーズかける、味変みたいな感じ、最初ソースだけ食べて途中で何個かソースだけ食べて残りはマヨネーズかけて食べるみたいな感じ、そんな感じで食べる。どっちも食べたいから、ソースだけのやつも食べたいし、マヨネーズとソースのやつも食べたい、いつもそんな感じで。自分でたこ焼き作る、作る、今回は作んないけど作ると思えば作れるよ今回は作んない、でかいホットプレートしかないんで、ちょっと配信するにはでかい。海苔やかつお節家で食べるとき、かつお節あったらかけるね。海苔は基本家にないからさ、あの青海苔だからかけないよ。かつお節はあったらだな
ソースはフタフクとかブルドックとかあるけど、好きなソースありますか？好きなソース家で使ってるの何かな。家で使ってるお母さん買ってきたやつを使うからさ、基本フタフクかなとかってちょっとわかんないあんまないです。こんなここのソースが好きとかない、わかんないどこのか。忘れた、もう見えないからメーカージュエフル、ジュエフルたこ焼き売ってたっけ、あったっけ、わかんない。一瞬オタフクって意味じゃ、でもわかんない、何使ってるかわかんない見ないよそんなメーカーとか、あるのを使ってるんだもん、どうのか分かんない。でも何かのソースオタフク使ってたよ、何かのやつ、お好み焼きかたこ焼きか忘れたけど何かのソース使ってた、なんだっけな、焼きそばのソースもあるしな、家何のソースか分かんないけど何かオタフクだったわかんない、なんだろう、あれは何のソースなんだろう、わかんないけど何かがオタク。しゅうふん、あ、しゅうふんどうきん、うん、ふんどうきん、好きな一味はどこの一味が好きとかないね、特にないですない、特にない。いろんなソース、なんかいろんなやつある、たこ焼きはあったりなかったりだな、お好み焼きどっちかがあったりとか、両方ある時もあるけど、いや、お好み焼き、たこ焼き、焼きそば、お好み焼きかたこ焼きのソースでちょっと辛いやつがあるかな、そんぐらいあるソース。マヨネーズ、あ、マヨネーズキューピーだったかも、キューピーな気がする。小さいタコが丸々入ってるタコ焼き食べてみ、あ、私もそれ食べてみたい、気になってるんだよね、美味しそうだよね。山がつく人は山ちゃん呼ばれる、山ちゃん、私あんま言われたことないんだよね、山ちゃんないよ、私あんまりない。確かに言われるけど、呼ばれたりするよみたいな感じで言われるけど、あんま私あんま呼ばれたことないや。それ名字で呼ばれること少ないかも、名字山田ってさ被りがちだからさ名字で呼ばれること意外と少ないんだよね。山田だけで呼ばれること、最近は呼ばれたりするけど、山田さんとかで呼ばれたりするけど、マネージャーさんから。そう、でも山田意外といるからさ意外とってか普通にいるからさ、意外とじゃないか全然ほんま名字で呼ばれん、京香ちゃんってみんなどうやって感じ変化した、ああ京香、私はもううつから出てくるようになったけど、上の方に。確かに、でもね変換はね出てくるんだよ一応、下の方にこうスクロールしていったら出てこないっけ、出てくるはず、この変換でスクロールしていったらどっかにある。
の全国名字ランキングないか分かりますか？分かんない、分かんないけどさ、あれなんだよね、あの山田なんか思ってるよりは少なかったはず、なんか多いけど山田ってそのイメージよりかは少なかった、なぜ低かった、少なかったじゃない順位が。一番多いの佐藤さんだよね、佐藤確か。イメージよりかは低かったはず。山田ってさ、なんかこう、 こう名前書くときとかなんかさ、こうなんていうんかな、こうレイみたいなこうやつでさ山田って書いてあったりするからさ、意外と多いからイメージ多い、多いってイメージだけど意外と下なんだよな。あ、そう12位、そうだそう、思ってるよりさ下じゃない、なんかもっとさ上なイメージだけど。あ、そう山田太郎みたいな名前書くとかにこんな感じで書いてくださいみたいな例でさ書いてあったりするけど、ね、だからなんかすごい多いイメージあるけど、思ってるかした少ないわけじゃないけど山田低いわけじゃないけどさ、思ってる人だよね。うん、まだなんか変わった名字憧れる、だからすっごいシンプルじゃん山田って、よくありそうな名字だし。遠いかと思ってた。え、でもね意外と12位って思ってるより順位した。山田さんって岐阜県で3番目に多いね。岐阜県で岐阜なのか大分では34位なの、結構下だね、そんなにないのか。あの確かに大分学校で山田いたの、小学校の時いなかった気がする。いたっけな、 いなかった記憶なの。中学で一人いて、一人同級生に一人いて、高校も一人かな、二人だけ、一人だったはず。意外と少なかった、なんか同じ名字の人。中学の時その一人の山田さん同級生のね男の子だったんだけど、山、その子は山田って呼ばれてた私は山田って呼ばれてなかったけど向こうは山田って呼ばれてた、そういえば。高校の時のもう一人の人はちょっと分かんないけど、そんなにクラスが違ったからなんて呼ばれてたか知らないけど向こうは山田って呼ばれてた、そういえばラジオの普通に名前、下の名前覚えた。小学校の時は一人もいなかったな、同級生で山田。だって私が山田って言われてた記憶があるもん、先生に。ってことはいないよね、きっと。57本だ、ランキングも。じゃあ13位からランキング読みます。13位。ユージアットマーク。
うまく京香ちゃんの笑顔を見ていたいさん、ありがとうございます。12位、カラワサコルさん、ありがとうございます。11位、トッシーベビーアットマーク京香たまずさん、ありがとうございます。10位、プッチーニさん、ありがとうございます。9位、あきひこさん、ありがとうございます。8位、チョロさん、ありがとうございます。7位、としのりさん、ありがとうございます。6位、京香ちゃんは癒しさん、ありがとうございます。5位、ズーシミケンスーケさん、ありがとうございます。4位、ひでじろさん、ありがとうございます。3位、ムムさん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がウドさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。次は18時から1時間後だね、また配信します。次、結構前のキャンペーンでいただいたアイス食べる、ハゲナッツのアイス持ってくるね、忘れないようにしないとアイスを食べます、ティラミスのアイス。ちょっとその間にイベントの練習しよう、あさってだからね。今日晩ご飯たこ焼き買いに行ってきますいいね、たこ焼き私も食べたくなるなアイス腐ってないよ。アイス腐んなくない？腐るの？ずっと常温出してたら腐っちゃうかもだけど、大丈夫、冷凍庫入れてるからちゃんと。前はね、券もらったのよ、だから最近買えたんだよ、そのお店行って交換した。じゃあ10時からじゃあ次18時から1時間だね、次も18時から19時。よし、今日はおでんです。たこ焼きは明日食べる予定です。いいね、みんなのご飯事情じゃあまた次18時からの配信で。ありがとうございました。